前田敦子のハートソングス。こんばんは、前田敦子です。ラジオネームまやさんからのメッセージです。あっちゃんに質問です。私は今鳥取県内の専門学校に通っています。クラスの人と最近やっと緊張せずに話せるようになってきたけど、同じ県内の人でも住んでる地区によって方言が違うことがあったり、イントネーションが違って違和感を感じて話が入ってこないことがあります。また自分の県の方言が可愛くなくて好きじゃないです。あっちゃんは方言やイントネーションの違いで違和感を感じたことありますか？ほら、鳥取に住んでるのに聞いてくれてるんですか、ハートソングス。嬉しいですね。いろんなイントネーションの人、あんま考えたことないな。でもこの仕事してても、普段は、お仕事の時は標準語で喋ってるけど、プライベートではめちゃくちゃ、そういった方言で喋る方って結構いますけど、私それ好きですよ。一番すごいと思ったのは、やっぱ、松健さん、松山健一さん、可愛いぐらい方言を使ってくれるので、新井さんもね、うちうちって言いますけど、あとは、みっちゃんもね、バリバリ関西弁でめちゃくちゃ喋ってくれますけど、私はそういうね、方言みたいなのは、直にはないので、羨ましいなって思いますけどね。でも私も、両親が福岡なので、やっぱちょっとずつね、もともとこう、イントネーション違うっていうことは結構あるみたいですね。だから、セリフの時とかに音声さんによくこう指摘してもらいますけど、あ、じゃあそこ、なんかちょっと違うみたいな。あ、そうなんだってその時気づく。なんとなく、私も、まあ、親譲りの何かはあるみたいですね。かなぁ。でもあんまり考えたことないけどな。そっか、でも、バリバリ方言でちょっと違うとなんか、あーってなったりするんでしょうね。わかんないけどな。そうなんだ。でもそれどういう、なんかちょっと違う、面白いみたいな感じで会話の糸口にしていくっていうのもありなんじゃないですか？そこではそうやって使うんだって。同じ県内なのに地区によって違うんでしょ？それは新しい発見の一つじゃない？っていう感じでなんかこう、お互いの方言を教えたりとかっていう交流を私だったらしたいかな。さて、今週の選曲テーマはもう6月で雨の季節ですね。雨にまつわるナンバーをお送りしています。今日はテイラー・スウィフトの Come in with the Rain です。フィアレスのデラックスエディションに収録されてますね。テイラーちゃんがまだ髪チリチリ、チリチリっていうのかな。すごい巻いてる時代のやつね。懐かしいなぁ。それではまた明日。前田敦子でした。I could go back.